絵本太閤記は、江戸中期の人形浄瑠璃及び歌舞伎の演目。近松柳、近松湖水軒、近松千葉軒合作、時代物、全13段。通称、太閤記。人形浄瑠璃の初演は、寛政11年7月大阪豊竹座。歌舞伎の初演は、翌寛政12年11月、大阪門芝居中山座で、初演時の下題は、警報太閤記。5、ちまき亭校訂筆、開本太閤記一錦絵。太閤記の主人公は勝者である太閤、豊臣秀吉だが、太閤記の主人公は敗者である、明智光秀である。本作は、その光秀が、本能寺の変で、織田信長を討ってから、天王山の合戦で、秀吉に敗れて滅ぼされるまでの、いわゆる、光秀の三日天下を題材にし、川角太閤記や、絵本太閤記から多くの逸話を取り、先行する三日太平記を下敷きとして書かれたものである。寛政9年から編を重ねて、最終的には5年間で7編84冊を刊行した絵本太閤記は、当時大評判を取っていた特本で、本作もその人気に便乗する形で、同時期に書かれている。構成は、光秀が謀反を決意した。天正10年6月1日から、秀吉との戦いに敗れオグリスの竹やぶで落ち、武者狩りの土民の手によって落命する同13日までを、実録風に1日1段で描く異例の多段式。これに、発端がついて、実際には14段構成となっている。前段通じての山場は10段目、尼崎の段。逆賊の汚名を着ることになった光秀が、誤って、自らの手で母親を刺し殺してしまい、そこに戦場で深手を負った息子が戻ってきて、味方の敗北を伝え息絶えるという、悲壮感が追い打ちをかけるような名場面。歌舞伎では初演以後はもっぱらこの10段目のみが上演されるようになり、太閤記といえば10段目だったので、やがて本作のことを太十と通称するようにもなった。主君、織田春長から辱められた。明智光秀は、ついに耐えられなくなって、謀反を決意しこれを打つ。一方、高松城主、清水宗次と対峙していた、真柴久義は、これを知ると宗次を切腹させ、急ぎ、小梅川と和睦を成立させる。だが光秀の母である皐月は、これに怒って家出してしまう。光秀は腹を切ろうとするが諌められ、久義を討つため御所に向かう。尼崎に皐月は引きこもるが、光秀の子、十次郎とその許嫁である初菊と、共祝言を挙げ、十次郎は出陣する。その時ある僧が宿を求めていたが、後から来た光秀はこれを久吉と見破り、障子越しに槍で突いた。だがそこにいたのは皐月であった。そこへ、瀕死の十次郎が帰ってくる。もはや戦況は絶望的である。皐月も十次郎も死んでしまい動転した光秀の前に久吉と佐藤正清が現れ、後日天王山で再び会うことを約束し、去っていく。別資料には、三日太平記初演を、享保18年9月、大阪、岩井半四郎座としてあるものがある。ただし、こちらは、年代が大幅に遡ること、作者が桜田木女他となっているところから、明和4年上演のものとは別狂言と思われるが、内容的に先行作かどうかは不明。ありがとうございます。